物語は100年前に始まる。イーティエンは地球上に特別な亀裂が開き、凶暴な次元の獣が惑星を侵略し、人類の生存を脅かしていることを振り返る。覚醒した才能を持つ戦士だけがこの新しい世界で安全と安心を感じることができる。彼は両親を失ったイーティエンとして自己紹介する。そして今彼と妹はお互いに頼り合っている。石を手に持ち、彼は自分の弱い才能を熟考し、それが残りの人生で運命づけられているという意味ではないと考えます。彼はこれを自分の運命にさせないと決心します。彼は中級修行の才能が正常にコピーされたことを通知するステータスウィンドウを確認します。融合を確認し、彼は自分の才能が今や自分のものであることに気づき、天才間の競争、戦いの残酷さ、日常生活の温かさ、真実を求める孤独について考えます。妹は彼の腕を掴んで彼を引きずります。物語はモンスターが街を襲撃するところから始まります。人々は命からがら逃げ惑う。イーティエンはモンスターを見て手の中に覚醒の力を感じた。その力が彼を空へと引っ張ると、彼は痛みに叫んだ。しばらくして彼は部屋の中で飛び起きる。彼は才能を覚醒させていると思っていた。彼は自分が見たものは覚醒の過程で生じた幻覚に過ぎないのではないかと疑問に思う。彼は100年前、地球上に無数の特別な裂け目が開き、凶暴な次元の獣が惑星を侵略し、人類の生存を脅かしていたことを思い出す。しかし、次元のエネルギーは人類の潜在能力も刺激した。少数の人間が才能を覚醒させ、人類を才能の時代へと導いた。ちょうどその時、イェヨーがドアをノックして、終わったかと尋ね、才能を覚醒させたら、彼は手に黒く輝く石を見て、自分の弱い層の才能について考える。これは一生運命づけられているということなのかと疑問に思う。舞踏家になれなかったら、将来どうやって妹を守ればいいのか。俳優は部屋に入り、ドアを開けて、才能評価がどうだったか尋ねると、優秀だったという。もちろん彼女はそれが本当かと尋ねる。彼は兄は間違いなく超強力な舞踏家になるだろうと彼女を安心させる。彼女は嬉しくなり、蓬莱はそう思ったと叫ぶ。彼女の兄は最高だ。彼女はまた彼の覚醒を祝うために彼の好物料理を作ったので来るように言う。そして彼女は部屋を出ようと動く。彼は俳優の修行の才能が低い層であることを通知するステータスウィンドウを見て驚く。そして彼女の下の才能も低い層です。彼女は彼に急ぐように言い、何を待っているのか尋ねる。ウィンドウは彼自身の修行の才能が弱い層であることを彼に通知する。彼はこのウィンドウが何を意味するのか思い出そうとすると、彼女は彼の手を掴んで彼に来るように促した。食べ物が冷めていくと彼は感覚を覚えた。そしてステータスウィンドウが再びポップアップし、俳優の修行と下の才能は低レベルでコピー可能であることを通知した。彼はコピー可能という言葉について考え、それが何を意味するのか疑問に思うと、システムウィンドウが彼女の才能をコピーするかどうかを尋ねた。彼は他の人の才能をコピーできれば自分の状況はもう絶望的ではないことに気づいた。しばらくして俳優は彼女が彼のお気に入りの煮込み豚を作ったと言い、彼は彼女に感謝して座り、彼女は彼にもっと食べさせてくれた。彼にもっと食べるように促した。彼は才能をコピーする能力について考え、それが奇跡的だと気づいたが、妹でそれを試すことはできないと判断した。彼は脳を選択することにした。彼女の基本才能が彼よりも優れており、彼女の下の才能が非常に珍しいことを認識した。それを覚醒させた後、彼女は間違いなく敵を圧倒することができるでしょう。彼は両親のことを思い出し、彼らがこれを見ているなら今なら安心できると思う。しばらくして彼は道の真ん中に立って考え込む。よし、これを試してみよう。彼は
誰かの才能を見るための有効範囲が3メートルしかないことに気づく。それはかなり狭い。彼は周囲の才能を評価し、どれもかなり悪いと気づき、少なくとも中級の才能をコピーする必要があると判断した。彼は才能が低級であっても才能を覚醒させたので、アカデミーを訪問できるはずだと考えた。他の人の才能をコピーすると、自分の才能も変化する可能性がある。才能の評価が必要なアカデミーには応募できないからだ。彼はアイデアを思いつき、アカデミーを見て、ここが場所だと思った。このアカデミーには、中級の才能を持つ人がかなりたくさんいるに違いない。彼が覚醒させたコピーの才能で、彼は将来、間違いなく彼ら全員よりも強くなるだろう。場面は10日後、臨海基地の第5アカデミーに移る。第3武術場で、教師が生徒たちに話しかけ、武術家になるにはまず武術の弟子にならなければならないと説明する。そのためには、今から学び始める身体訓練のテクニックを学ばなければならない。彼は胸の前に空気の渦を作ることで成功が得られると強調し、理解したか尋ねる。生徒たちは彼の前に座り、彼の指示に従う。長老は誰かが気絶したことに気づき、それを指摘する。教師はその出来事を一蹴し、ついていけないものは無視するように指示する。彼は武術家になることを望むには、まず空気の渦を作る必要があると強調する。駅伝は自分は何も作れないと思い、自分の才能レベルが低すぎるのではないかと考える。教師は授業を終え、彼らが今まで教えた中で最悪の生徒だと述べ、沈騰の例に習ってやる気を維持するよう生徒を励まし、怠け者にならないようにした。その後、駅伝は長老と一緒に歩き、沈騰は誰なのかと尋ねた。長老は沈騰は普通の人ではないと説明した。彼は半月で武術の弟子になった。そして今、校長は彼を弟子として受け入れた。駅伝は、沈騰の才能レベルはかなり高いに違いないと述べた。長老は彼に一枚の紙を見せ、駅伝にそれが何であるかを推測するように言った。駅伝はそれがサインだと推測した。長老は、校長と同じくらい強くなったら、彼のサインはおそらく数ヶ月分の生活費で売れるだろうと言った。ちょうどその時、生徒が、先輩の沈騰がこちらに向かってくると叫んだ。沈騰は手を振ってみんなに挨拶した。一人の少女が彼にサインを頼むと、長老は彼に向かって走り、もう一つサインを頼む。ETN は嬉しくなり、これがみんなが話題にしていた沈騰に違いないと思う。沈騰はみんなの応援に感謝する。白髪の少女が彼への尊敬の念を表す。システムウィンドウが沈騰の修行の才能が中級であることを ETN に知らせる。彼は挨拶に行くことにする。沈騰は群衆に向かって話す。みんなに落ち着くように頼み、自分は教師たちを代表して彼らを励ますためにここにいるのだと説明する。沈騰はサインのことはとりあえず忘れて、友達に知られたら笑い者になるだろうと冗談を言って提案する。駅伝は手を挙げて、代わりに握手してもいいかと尋ねる。長老は握手もいいと言って同意する。沈騰は笑って、よし、みんな、頑張れと言う。そして一人ずつ握手を始める。長老は握手をして、やりますと言う。沈騰は茶髪の少女に、あなたならできると言い、彼女は礼を言う。駅伝の方へ歩み寄ると、今度は自分の番だと言う。駅伝は握手をし、沈騰は頑張るよう励ます。駅伝は礼を言い、心の中で、できた、と思う。しばらくして、駅伝は雨の夜、洞窟に座っていると、ステータスウィンドウに中級の修行の才能がうまくコピーされたことが通知される。融合したいかどうか尋ねられる。彼は融合が良いことなのか悪いことなのか疑問に思う。前のシーンと叫んだ記憶を思い出し、ステータスウィンドウに気づき、それが何を意味するのか尋ね、そしてそれを無視する。それは問題ではないと考え、彼は力を高めるために瞑想を始めるが、心が痛む。苦痛に叫びながら、彼は床にひざまずき、
なぜこうしなければならないのか尋める。彼は才能融合が強力であることを認め、そして雷が彼を襲う。ステータスウィンドウは彼の修行の才能が中級であることを通知する。彼は才能を変えて新しく生まれ変わることは苦痛に値することを認める。ステータスウィンドウは才能をコピーするための残りのクールダウン時間が30日であることを通知する。彼はクールダウンタイマーを考慮し、30日ごとに才能をコピーし続けることができることに気づく。彼はこの能力が絶対に素晴らしいと思い、今日先生が彼らに教えてくれた身体訓練法を試してみることにする。彼は目の前に輝く光の輪を見て、中級レベルの修行の才能がある今なら、この技を発動するのはずっと簡単だと結論付けた。ただの舞踏家であることは忘れて、エリート舞踏家、さらには偉大な舞踏家になることを目指している。場面は1ヶ月後に移る。狼が町に向かって走っている。その間、小さな女の子が父親の手を握って道を歩き、夕食は何を食べるのかと尋ねる。父親は、彼女が食べたいもの次第だと答える。彼の小さな王女、イーティエンが彼らの近くを歩き、彼は今舞踏家の弟子であるが、彼はそうではないと思う。彼が舞踏家になるまでにはまだまだ長い道のりがあり、彼女はザワークラウト魚を食べたいと言い、父親は同意する。イーティエンは問題ないと言って、チェンドンは校長と1対1のセッションを受けているので、自分よりもずっと早く上達しているに違いないと思う。父親は家に帰ったらすぐにザワークラウトを煮込んだ魚を料理すると約束したが、突然、狼が父親を襲い、殺してしまう。イーティエンはこれを見てショックを受け、血まみれの父親を見て泣き出す。周りの人々も狼の怪物を見てショックを受ける。一人が怪物だ、逃げろと叫ぶ。もう一人が怪物が人を殺したと叫ぶ。イーティエンはそれが怪物だと思った。狼の怪物は少女に向かって攻撃しようとしたが、イーティエンは素早く動いた。少女を掴んで助けようとした。彼は早すぎて逃げられないと思った。ゲールウルフ隊長が剣を持って現れ攻撃した。しかし狼の怪物はかわした。彼は遅れたことを詫びた。イーティエンは彼が誰なのか尋ねた。彼はみんながゲールウルフ隊長と呼んでいると答え、銀月狼を任せて少女を守るようにイーティエンに告げた。イーティエンは同意した。ゲールウルフ隊長は狼の怪物に挑む。攻撃しようとして、ユータンは少女の目に手を当て、見ないように言った。ゲールウルフ隊長は狼がかなり強いことに気づき、何度も攻撃しようとした。彼は銀月狼の素晴らしいスピードを認めたが、仲間がいることを自分に言い聞かせた。仲間も反対側から狼を攻撃した。ゲールウルフ隊長は彼らのタイミングを褒め、一緒に狼を襲撃した。チームメイトの一人が狼が死んだかと尋ねる。しかしモンスターは力強い叫び声を上げる。キャプテンゲールウルフはモンスターがブラッドバーストモードに入っていると警告し、全員に注意するよう伝える。全員が交代する。チームメイトがキャプテンに大丈夫かと尋ねると、キャプテンは大丈夫だと答える。狼のモンスターは逃げ出す。チームメンバーの一人が逃げていると叫ぶ。キャプテンゲールウルフは逃げないと言って彼を安心させる。反対側には弓矢を持った少女が立っていて、この瞬間を待っていたという。彼女は狼のモンスターを撃ち殺す。キャプテンゲールウルフは自分はまだ一人でそのようなモンスターと戦うには弱すぎることを認める。挑発の別のチームメイトが彼女の狙撃スキルを褒めると、彼女は笑って自信を持って答える。イーティエンは遠くから見守り、モンスターの爪について考える。ステータスウィンドウにはモンスターがシルバームーンウルフであり、低レベルのブラッドタレントと初心者レベルのスピードタレントを持っていることが通知される。イーティアンはそれがモンスターの才能かと尋ね、狼モンスターが正気に戻るのを見る。チームは会話に熱中している。少女はスピードタイプのモンスターは扱いが面倒だという。
別のチームメイトは飲み物を飲みに行こうと提案する。ゲイルウルフ船長は危険に気づき、モンスターがまだ生きているのでみんなに注意するよう警告し、交代するよう命じる。狼モンスターは吠える。彼はモンスターの粘り強さとその回復力の恐ろしさを認める。チームメイトがどうしたらいいか尋ねる。彼はモンスターは今とても弱っているので自分が対処すると言って、心配しないようにと彼らを安心させる。彼はイーティアンにそのエリアは安全ではないと伝え、すぐに立ち去るように命じる。彼の声が聞こえたかと尋ね、そこに立たないように言うと、イーティアンはにやりと笑い、これは絶好の機会だと考える。彼は攻撃するために飛び上がり、モンスターを殴り、ステータスウィンドウにモンスターの才能がうまくコピーされたことが通知されます。彼はジャンプし、背中に座って何度も殴ります。ゲイルウルフ隊長は彼の手をつかみ、すでに死んでいると言います。イーティエンはこれは明らかだと思いますが、もっと重要なのは才能のコピーが成功していることです。ゲイルウルフ隊長は大丈夫と言います。ここを片付けましょうと3人のチームメイトに男と銀月狼の死体を運び去るように指示します。彼は少女に小さな女の子の世話をするように言い、彼女は彼女のところへ行きます。ゲイルウルフ隊長はイーティエンに別れを告げ、ゲイルウルフ隊で会いたいと願っています。彼が武闘家になったら、イーティエンは自信に満ちたロジャーと答えます。しばらくしてイーティエンは洗面所に行き、まず顔の血を洗い流すべきだと思います。イーユがそれを見たら心配するでしょう。彼は顔を洗った。その後家に帰って妹が寝ているのを見た。そして今日初めて自分の目でモンスターを見たと思った。それは10倍だった。いや、物語に出てくるモンスターの100倍も恐ろしい。彼は毛布で妹を覆い、妹を守るためにはできるだけ早く武闘家にならなければならないと思う。彼はパンを持って自分の部屋に来て、ステータスウィンドウが目の前に現れるとベッドに座った。モンスターの才能を人間の体に融合できるのだろうか。それは以前の才能融合よりも痛みを伴う可能性があり、命を脅かす可能性さえある。ステータスウィンドウはモンスターがシルバームーンウルフであり、低レベルの血の才能と初心者レベルのスピードの才能を持っていることを彼に通知する。彼は大切な人を守るために何が何でも強くならなければならないと考え、パンにかぶりつくとシステムウィンドウにスピードタレントがコピーを開始していることが通知される。彼は耐え難い痛みを感じ、骨が一本ずつ砕けていくように感じる。彼は足が折れたように感じて叫び、タレントコピーが失敗すれば終わりだと考える。そして EU のことを心配する。しばらくして彼は部屋で床に横たわって目を覚まし、何が起こったのか尋ねる。彼は手足を見て蹴ろうとすると、足の周りに軽いオーラが見える。彼は体がとても軽く感じるという。ステータスウィンドウがポップアップし、彼の修行タレントが中級になり、スピードタレントが初級になったことを通知する。彼はタレントコピーが成功したと思う。しばらくして第五学院の林の中で、イーティエンは森の中を素早く走り抜ける。新たに得た光の力で彼は山から高く飛び降り、落ちてくる葉っぱを目にする。彼はそれに向かって走り、地面に落ちる前にそれをキャッチする。彼は銀月狼の素早さに驚嘆し、岩の上に飛び乗って座り瞑想する。彼は自分のスピードが今や武闘家のそれに匹敵するはずだと反省する。しかし彼の全体的な力はまだ著しく不足している。彼は修行のスピードを上げる方法を見つけられたら素晴らしいと思う。ちょうどその時、長方がやってきて彼に声をかける。彼は手を振って近づき、駅天がここで修行していると述べる。彼はなぜアカデミーで彼を見つけられないのか不思議に思っていた。駅天は頑丈そうに見え、武術の弟子の段階まで突破したに違いないと彼は言う。駅天はこれを認める。長方はもっと早く強くなりたいかと尋ねる。駅天は方法を知っているかと尋ねる。長方は
怪物の血を飲んだことがあるかと尋ねる。駅店は飲んだことがないと答える。長方は怪物の血を飲んだからより早く上達したと明かす。駅店は怪物の血にそのような効果があることを考え、銀月狼から血を集めなかったことを後悔する。機会を逃したと考え、長方は怪物の血を手に入れる方法があるといい、駅店が興味があるか尋ねる。駅店はそれが何なのかもっと詳しく知りたいと熱心に尋ねる。彼は臨海基地の上層部が都市の外に新しい野生地帯を開いたことを考える。具体的には5つの主要なアカデミーの試験場として、試験の商品は怪物の血だ。駅店は野生地帯のレベルについて尋ねる。長方はモンスターはすでに一掃されているのでかなり低いと説明する。残っているのはモンスターの子孫、つまり獣だけだ。ETN はそれは良さそうだし試してみる価値があるという。彼は同意し、彼がとても思いやりがあることに気づき、モンスターの血を集めるために彼の部隊に加わりたいかと尋ねる。ETN は彼の部隊に加わることについて尋ねる。長方は ETN が何を意味しているのかと尋ね、彼が彼を良い友人だと思っているからそう言ったと説明する。 ETN は謝罪し、次回は必ず彼の部隊に加わると約束する。長方は彼らは良い友人だと思っていたので、彼がこんなに冷酷だとは思っていなかったと失望を表明する。 ETN は立ち去ろうと動き始める。長方は彼の後を追い、待っていろと言い、たとえ部隊に加わらなくても彼らはまだ友人だと保証する。 ETN は他の人とチームを組むとトラブルになる可能性があると考える。もし彼の特殊能力が暴露されれば彼にとって危険になるかもしれない。彼は一人でやった方が良いと判断し、自分でモンスターの血を手に入れて武闘家の領域に突入することを決意する。1ヶ月後、第5アカデミーの本部で、教授は ETN が試験の招待状も受け取っていないのになぜ申し込みに来たのかと尋ねる。誰かが情報を漏らしたのではないかと推測し、 ETN は彼の前に立ち、すでに武闘家の弟子になっているので申し込む資格があると主張する。彼は若者たちがもう少し長く生きてくれることを望んでいたが、 ETN は命を危険にさらすことを厭わないようだと述べる。 ETN は紙を顔に投げつけ、床から紙を拾い上げて調べ、生命責任契約について尋ねる。彼はそれが正しいことを確認し、 ETN が試験に参加したい場合は契約に署名する必要があると述べた。 ETN はこれを認め、死ぬのが怖いなら時間を無駄にせずに出ていくべきだと率直に告げる。しばらくして ETN は同意書に署名し、それを教授に渡す。教授は、ETN が本当にこの試験が自分のようなかわいそうなガキのために用意されたと思っているのかと習字的に尋ね、その決断を後悔することになるだろうと警告する。一方、ハトモは部屋で目を覚まし、兄の破天に起きる時間だと呼びかける。彼女はテーブルに食べ物が置いてあるのに気づき、兄が全部作ったのかと尋ねる。その機会を疑問に思い、彼女はテーブルの上に学校行事があり、兄が3日後に戻ってくるというメモを見つける。彼女は3日間続く行事とは一体何なのかと不思議に思い、兄が危険にさらされることはないだろうと自分に言い聞かせる。しばらくすると、カラスが第五学院の破壊現場の上を飛び回り、多くの学院の生徒が武器を持って集まっていた。イーティアンはかなり多くの人が集まっていると述べる。チャンバオは全員が五大学院の生徒であることを確認する。モシャオバイは第五学院について尋ね、その学校の生徒が試験を受ける勇気があることを軽蔑する。護衛は、この試験では人間だけでなく獣も枯れるので、弱者は多ければ多いほど良いという。モシャオベイは笑いながら、弱者は強者に駆られることを幸せに思うべきだと主張する。チャンバオはイーティエンに自分を見たかと尋ね、その人はモシャオベイだと伝える。第一アカデミー出身の天才で、モケの若い世代で最強とされている。イーティエンは、モシャオベイはモイエ出身なので、なぜそんなに傲慢なのかを説明するという。
ちょうどその時、リーヨンシンが剣を持ち、その体は力で照らされた状態で現れた。男が彼に立ち止まるよう命じ、彼が誰なのかを問いただす。彼がなぜ第一アカデミーの陣営に剣を抜いたまま入ろうとしているのかを問い詰める。リーヨンさんは、モシャオベイが前に出るべきだと宣言し、彼を決定的に倒すつもりだという。爆笑北は信じられない様子で、また負けたいのかと尋ねる。駅天はそれが誰なのかと尋ねる。長宝はそれが第二学院の天才剣士、李衛星だと答える。彼は過去に爆笑北に負けたことがある。教授はもう一人の無知な農民がふざけるのをやめるべきだと言い、他の学生にみんな盲目なのかと尋ねる。駅天は自分が盲目だと思い、李衛星なら大丈夫だと断言する。李衛星はこの男が誰なのか、なぜ自分を応援しているのか疑問に思う。爆笑北を恐れていないのなら、この状況はちょっと気まずい。マイクが野生地帯の外では喧嘩は禁止だとアナウンスする。違反者は試験から失格となる。李衛星は今のところは生かしてやると言い、剣をカバーに戻す。彼は立ち去り、野生地帯に入ったら無意味に殴り倒すと宣言する。モシェオベイは彼が何とも規律のない雑種剣であるかを指摘する。リーヨンシンはイーティエンに近づき、彼を応援するなんてなかなかの度胸があると述べ、名前を尋ねる。イーティエンは第五学院出身だと名乗る。リーヨンシンは葉っぱが太陽を覆っている時の反乱軍に例えていい名前だと言って彼を褒める。ステータスウィンドウにはリーヨンシンの修行の才能は低級で、剣の才能は中級と表示されている。彼は自分の剣の才能をかなり良いと考え、手を差し伸べてイーティエンが野生地帯の試験でモシャオベイを超えるように促す。李衛星は握手を交わし、幸運を祈る。生きて出てくるべきだと強調し、駅天破損することを認める。ステータスウィンドウには剣の才能がうまくコピーされたことが表示される。マイクが試験の開始をアナウンスし、第一アカデミーに野生地帯に入るよう指示する。二人の男がドアを開け、生徒たちはドアに向かって駆け寄る。長宝は試験が始まったことに気づき、コメントする。彼はチームを見つける必要がある。彼はドアに向かって走りながら、駅店に中で会おうと伝える。気をつけるようにアドバイスする。李衛星は、第一アカデミーが最初に入ると述べる。続いて第二アカデミー。そして最後に彼の第五アカデミー。この世界はなんと残酷で不公平なのだろう、と嘆く。彼は立ち去り、自分もチームに戻らなければならないという。みんなの幸運を祈る。駅天はその気持ちにいらえ、森に向かって素早く走る。その後、彼はこの場所はよく隠しておいた方がいいと考え、自分の持ち物を床に置いた。ステータスウィンドウには、中級剣の才能が正常にコピーされたことが通知される。融合のオプションがあり、彼はハイをクリックし、痛いことを反省する。しかし、彼はすでにこのプロセスを2回経験しており、徐々に慣れてきている。彼は床にひざまずき、強くなることを決意する。しばらくして、彼はパワーアップし、剣を振り、木を切り倒す。ステータスウィンドウには、駅天の修行の才能が中級、スピードの才能が初心者、剣の才能が中級であることが通知される。彼は持ち物を回収し、出発の準備をします。しばらくすると、マイクが最初の4つのアカデミーがすべて野生地帯に入ったことをアナウンスします。次は5番目のアカデミーです。入ってください。全員が門に向かって移動します。駅天は何かの音を聞き、大きな竜打を目にします。彼は剣を取り出し、ジャンプして攻撃します。彼は一撃でその首を切り落とし、死体から石を取り出し、プラス1点と言ってそれをバッグに入れ、これらの獣は意外と弱いと指摘した。試験のルールによると、殺す数が多いほど順位が上がる。1位を獲得するには何点必要か疑問に思う。ステータスウィンドウには、試験の報酬が次の通りであることが通知されます。1位は中級獣血 X3 と10万元を受け取ります。
2位は中級充血 X1 と10万元を受け取ります。3位は低級充血 X3 と5万元を受け取ります。4位から10位は低級充血 X1 を受け取ります。彼はまだ道のりが長いことを認め飛び上がります。まずは獣をもう少し狩りに行くと宣言します。誰かが助けを求めて叫ぶのを聞き、彼は声の方へ飛び上がります。建物の上から長方が狼たちに囲まれているのを見て近寄らないように言う。長方だとわかる。長方はまだ死にたくないという。彼はまだ結婚もしていない。狼の怪物が彼に飛びかかって攻撃し、彼は逃げて身を守ろうとする。敵天はまずいと思い矢を手に取って攻撃する。矢が怪物を殺し、彼は建物から飛び降りる。長方は彼を見て驚く。敵天は長方にポイントを全部取られても構わないかと尋ねる。彼は牙のある狼にはかなわないと言って逃げるように言う。敵天はパワーアップし剣の才能を使って攻撃し、彼らを心二つに切る。長方は彼の強さに驚き、とても強いという。彼は狼の死体から歯を抜き取り、長方が狼の牙を取ったら採掘するかと尋ねると、長方はもちろんそれは違う、すべて彼のものだと答える。終わった後、駅天はまだその状態を続けるつもりかと尋ねる。長方は地面に座り、忘れろ、諦めたという。この試験は危険すぎる、生き残れたのは幸運だと思っている。彼はチームメイト全員が重傷を負っており、できるだけ早く脱出させなければならないという。少なくとも彼らは生き残るはずだ。駅天は同意し、今はそれが唯一の選択肢のようだと言って立ち去ろうとする。彼は駅天に声をかけ、待つように言う。野生地帯には注意しなければならない疑似獣がいると言及する。駅天は疑似獣について尋ねる。長方は第一アカデミーの人々が10メートルを超える斑点のある蛇を包囲していると聞いたと説明する。どうやらそれは最大500ポイントの価値がある疑似銃だ。駅天は500ポイントのことを聞いて喜び、それがどの方向にあるか尋ねる。長方は南東を指差し、あそこだという。駅天は500ポイントのことを考えながら急いでその方向に走ります。もしそれを手に入れることができれば、試験で間違いなく1位になれると信じています。長方は彼に注意するように忠告します。しばらくして彼は脇に走り、多くの死体を目にします。彼は彼らが第一学院の制服を着ていることに気づき、あそこにいると言います。彼はその方向に走り、火事になっている建物を見て、そこに疑獣がいるに違いないと気づきます。バクショウトモエと彼のチームメイトは疑獣と戦っています。お互いに前進するように促し、それを虐殺しなければならないと言います。男は疑獣を攻撃するために動き、500ポイントは間違いなく彼のものであるとバクショウトモエに主張します。彼の警備員は疑獣のスタミナが尽きていることを観察し、それを倒すのに最適なタイミングを示しています。疑獣は吠えます。幕将兵は残りは自分がやると宣言し、攻撃に出る。彼は剣を握り、義獣の頭に剣を突き刺す。撃ち抜いたと思った。しかし義獣は尻尾で彼を殴り、投げ飛ばす。それにもかかわらず彼はニヤニヤ笑い、500ポイントは自分のものだと主張した。彼は義獣が死んだのかと尋ねる。駅天は心の中で、もう遅すぎると思う。黄色い髪の男は頭を下げ、幕将兵が500ポイントを獲得したことを祝福する。駅天が到着し、試験の1位は当然自分のものだと主張する。義獣は立ち上がって吠える。チームメイトは義獣はまだ死んでいないという。幕将兵は状況を検討します。地の爆発について考えていた別の人物が口を挟み、それは単なる疑似モンスターではなく本格的なモンスターだと言います。彼らはモンスターを追いかけるべきか尋ねます。幕将兵はモンスターの価値はなんと1000ポイントだと言います。彼らはみんな1000ポイントという数字に驚きます。幕将兵は彼らに素早く動くよう促し、
この機会を他の誰かに奪われるわけにはいかないと強調します。彼らはみんな攻撃に駆けつけます。彼は彼らの攻撃によってモンスターがひどく弱体化し脆弱になっていると考えています。他の誰よりも早く到達しなければ彼らの努力と犠牲は全て無駄になります。一方、雨天はパワーアップし1000ポイントのモンスターが現れるなんて思っても見なかったと述べます。彼は仲間に謝罪し自分の方が早くスピードの才能で最大の力を発揮することを考えています。彼は飛び降りて彼を攻撃しようと動きます。しばらくして床にいくつかの痕跡があることに気づき、最初のアカデミーの人たちはまだ到着していないとコメントします。それは良いことです。彼は痕跡を確認し、それが毒蛇の粘液であると考えています。そこに隠れているのなら、その1000ポイントは彼のものであるようです。彼は毒蛇の悪臭が非常に強いので、どこか近くにいるに違いないと考えています。建物に入ると、彼は屋根から滴り落ちる何かを飲んでいる毒蛇を見ます。彼は普通の水ではないものを飲んでいるのではないかと疑問に思います。剣を抜いて1000ポイントを確保してからそれを心配することにします。攻撃するために毒蛇に向かって移動すると、それが早いことに気づき、毒蛇は彼を攻撃して投げ飛ばします。彼は弓をつかみ毒蛇に向かって矢を放ちます。目を打ち剣を振り攻撃して移動し刺します。彼は毒蛇を殺し、怪物は確かに強いと反省する。モシャーベイのグループが最初に弱らせていなかったら、彼がそれを倒すことはできなかっただろう。彼は液体を見て、ところでその液体は何だと尋ねる。彼はそれを瓶に詰め、実際それが何であるかは問題ではない。怪物がそれを狙っていたということは、それは何らかの宝物であるに違いないと述べる。彼はまずいくつか集めて後で心配することにした。彼は剣を使って毒蛇から目玉を取り出し、その目玉が殺した証拠になると述べた。怪物の心臓の血は非常に貴重であるため、彼はその血を瓶に入れ、かなりの量だとコメントした。彼はそれが何であるか全く見当がつかないと思うが、とにかくモシャーベイにそれを手に入れさせるわけにはいかない。彼は岩を切り裂く。これまで獲得したポイントは1位になるには十分すぎるほどだと考え、そろそろその場を離れるべきだと判断した。しばらくしてモシャーベイのチームメイトが毒蛇の死体に近づいた。彼の警備員は怪物の目玉が奪われ心臓から血が抜けて死体だけが残っているのに気づいた。彼はこれからどうすればよいかと尋ねた。モシャーベイは自分のものであるはずの1000ポイントのトロフィーを盗んだのは誰なのかを問い詰め、それを盗んだものを滅ぼすつもりだと宣言した。一方、イーティエンは遠くから彼らを見て、ようやく脱出できたと思った。モシャーベイの護衛はポイントを盗んだ人物はおそらく隠れたのだろうと言い、これからどうしたらいいかと尋ねた。モシャオバは目にする人物を一人残らず徹底的に捜索するよう指示した。彼らはその泥棒を見つけなければならない。そして彼がこんなに簡単に逃げ切るわけがない。ユーティエンはしばらく身を潜めなければならないことに気づき、そこから逃げようとした。彼はいずれは見つかるだろうと思った。3日後の試験終了時にポイント計算のために集めたパーツを提出すれば、誰もが彼があの毒蛇の怪物を殺した人物だと知ることになる。だからそれまでの残りの時間は修行に集中し、力を急速に高めなければならない。ここは隠れ場所のようだ。彼は怪物の血を持って隠れ、それを飲めばどれだけ強くなれるか考えている。彼はそれを飲み、今まで味わった中で最もまずいものだと語る。彼は続けて、これは強くなり妹を守るための小さな代償だと語る。彼は元気を取り戻し、残りの血を飲み始める。一方、教室に座っているハトモはくしゃみをして、誰が自分のことを考えているのかと尋ねる。彼女は兄が元気かどうか気になっている。一方、ハテンは力が湧いてきて、修行のスピードが4倍近く上がったと思う。
神道たちが急速に強くなったのも不思議ではない。どうやら自分の才能とは別に外部の物質の助けも必要のようだ。彼は残り2日半で全力を尽くして修行しなければならないことに気づき、宝物が詰まったバッグを見る。場面は3日後に移る。紫色の髪の先生が点数を計算し、崩落23点、長考10点という。周囲0点。李衛星はバッグをテーブルに置き、先生に点数を計算するように頼む。先生は計算して195点だという。チームメイトは彼がすごいと認める。モシオベがやってきて、たった195点だという。彼はみんながなぜそんなに驚いているのかと疑問を呈し、自分を過大評価していたと主張する。彼は200点にも満たない自分が挑戦する資格があると彼らが信じているのかと疑問を呈し、自分のバッグをテーブルに置く。先生に計算するように指示する。先生はそれを見て驚き、モシャオベイは427点だという。みんなが驚き、生徒の一人がさすがモシャオベイだという。赤毛の女の子が2人の差は大きいとコメントする。彼女はたった30点だ。李衛星は指を指して、先生は恥知らずなバカだと非難する。他の人から点数を盗んだに違いない。モシャオベイは笑って、もし盗んだのなら自分の能力で得たものだという。彼はそれで問題がないかと尋ねた。李衛星は怒りに満ち、彼をクズ呼ばわりした。一人の少女が爆砂北に近づき、彼を祝福し、427ポイントの爆先輩と呼んだ。彼女は1位は間違いなく彼のものだと彼に保証した。彼はそれを否定した。1位は1000ポイントを超えるべきだと述べると、彼女はびっくりし、1000ポイントなんてありえるのかと疑問を呈した。教授は口を挟み、まだ生きている学生は全員もう退学しているはずだと主張した。始発の先生は断言し、まだ現れていない人はおそらく死んでいると示唆した。彼はこれはモシャオベイがこの試験で1位を獲得することを意味していると結論付けた。学生が別の出現を指摘し、ETN が出てくるのを観察した。教授はさらに質問した。ETN はテーブルに近づき、宝物をその上に置いた。彼女はそれが怪物の目玉であることを観察した。イーティアンは確認し、彼の合計ポイントを尋ねた。彼女は1位163ポイントを明らかにした。今年の実技試験で1位を獲得したことを祝福し、黄色い髪の少女は彼の報酬は怪物の血3本と現金10万元であると発表しました。チャンバオも彼を祝福しました。リー・ヨンシンはその子供について、そして彼がどうやってそれを成し遂げたのか疑問に思いました。モシャオベイは泥棒がついに顔を現したと述べました。長報はそれが第五学院の下っ端の一人だと気づき、彼について知るべきことすべてを調べるために身元調査を行うよう指示します。長報は駅伝は本当に実力を発揮したとコメントします。彼らの第五学院はついに実技試験で1位を獲得しました。ある少女が驚き、こんなことが起こるとは思ってもみなかったと言い、どうやってそれを成し遂げたのかと尋ねます。教授は彼女の無知を軽蔑して述べます。長報は駅伝が第五学院に栄光をもたらしたのになぜ嬉しそうに見えないのかと疑問を呈します。長報は駅伝がモーの家族のように権力のある家族を怒らせたので、友人が予期せず亡くなるのではないかと心配していると説明します。しばらくすると実技試験の結果がリーダーボードに掲載され、上位3人の参加者と商品がリストされます。カメラを持った人物が彼らにこちらを見て笑うように指示します。駅伝爆笑きた李衛星は商品を手にステージに立ち、笑顔で写真撮影に応じる。教師が実技試験が終了したことを発表し、商品を受け取った上位3名の参加者を祝福する。爆笑きたは駅伝に自分の所有物を盗む勇気があるに違いないという。駅伝は爆笑きたにも同じことを言えると答える。李衛星は爆に本当に先ほど言ったことを忘れたのか、話しかけたのか、
何を言ったのかと尋ねる。李叡宗は碧天も自分と同じように自分の技でポイントを獲得したと述べ、それで問題ないかと尋ねる。李叡宗は笑い、碧天と自分とではどちらが強いと思うかと尋ねる。戦いで確かめるしかないだろうと提案する。碧天は幕笑北に時間があれば喜んで挑戦を受けると答える。幕笑北はこの状況が面白いと語る。彼は ETN のような人物の標的になったら逃れることはできないと反省する。唯一の方法は ETN が挑戦できないほど強くなることだ。しばらくして ETN は家に戻り、 EU に帰ってきたことを知らせる。 EU は急いで ETN に駆け寄り抱きしめ、なぜそんなに時間がかかったのか、どこに行ったのかと尋ねる。彼女は彼が怪我をしていないか確認し、もし怪我をしていたら診察できるように動かないように促した。彼は彼女に自分は大丈夫だと保証した。彼はショルダーバッグをずらし、彼女へのプレゼントをいくつか持ってきたことを明かした。彼が床に商品を置くと、彼女はそれが何なのか尋ねた。彼女はそれがかなりの金額だと言い、彼がようやく結婚できるほどのお金を持っていることを示唆した。彼は彼女に何を言っているのか尋ね、そのお金は彼女の学費と日々の生活費に使うためのものだと明らかにした。彼女はそれが本当に自分のためのものなのかを確認し、毎日肉を食べられるようになったと興奮して提案した。彼女はモンスターの血の瓶を手に取り、それが何なのか尋ねた。彼は彼女に本を見せ、自分も知らないと説明した。そこで彼は宝物の図鑑を買った。彼女は宝物の図鑑について尋ね、自分もそれを見たいと伝えた。後で彼はその本を読んで、待って、これはテラコアエリクサーだと気づいた。彼はメモを読む。そこには宝の名前が大地の革新霊薬と書かれていた。宝の効果は大地の鉱脈石が100年かけて天地の原初の気を吸収して作った液体のエッセンスだ。摂取すると修行の才能を高めることができるが、中級以下の才能にしか効果がない。また大地の革新霊薬の生産地の近くには高級以下の修行の才能を高める大地の資料石も見つかる可能性がわずかながらある。詳しくは大地の資料石の項目を参照のこと。彼は当時の幕の毒蛇が大地の革新霊薬を使ってモンスターに変身したのではないかと考えた。自分が簡単に集めたものがこんなに強力なアイテムになるとは想像もしていなかった。イェヨーは彼に瓶を見せ、これは才能を高めることができるので、それは確かに彼にとって有益だろう。彼はいいえ、もう必要ないと答えた。代わりに彼は彼女を強くしてそれを飲むように言います。彼女は驚いてなぜかと尋ねます。彼女はそれを飲ませたいのかと尋ね、まだ才能を覚醒させていないので結局自分には無駄になるかもしれないと言います。ステータスウィンドウには溶融の修行の才能は低級です。そして彼女の氷の才能は覚醒していない初心者級です。彼は妹の才能は低級なので、この近くの秘薬を飲めばきっと向上するだろうと考えています。彼はそれがどれだけ顕著に向上するかは分かりません。彼女は代わりにそれを売ることを提案します。そのような素晴らしいアイテムは間違いなく大金になるだろうと指摘し、彼は近くの秘薬が生産された場所に獅子の石もある可能性があると本に書かれていることに言及します。彼はその場所をすでに破壊したと説明します。買い手が彼に獅子の石を求め、彼がそれを持っていないと主張した場合、彼らは間違いなく彼を信じないでしょう。結局その石のために彼を殺したいと思わせるかもしれない。彼女はなぜ彼がそれを破壊したのかと尋ねる。後悔の念を表明しながら、彼は瓶を拾い上げ、飲まなければもっと恥をかくことになると断言する。彼は彼女の顔を抱き、開けるように指示する。彼女は叫び、兄が彼女を殺そうとしているので誰かが助けるべきだと叫ぶ。しばらくして彼は味はどうかと尋ねる。彼女は残念だと答え、
周囲に魔力があるのを見て幸せを表現する。彼女は暖かくて心地よいという。彼は彼女の修行状態がまだ定位を示しているので何が起こっているのか疑問に思う。彼は本が間違っているのではないかと疑問に思う。状態ウィンドウには俳優の修行の才能が定位であることが示されている。そして彼女の氷の才能は初心者の覚醒段階にある。彼女はとても眠いと言い、昼寝をした後で夕食を作ることを提案した。彼は彼女を安心させ休むだけでいいと言った。彼はそれが奇妙だと思い、なぜだろうと思った。彼は今のところもう少し待つことにした。おそらくエリクサーがまだ効いていないだけだろうと考えた。1時間後、イーティエンは瞑想し、才能のオーラの強力な波について考えていた。彼は才能のオーラで覆われたイエヨーを観察し、ステータスウィンドウが現れるのに気づいた。ステータスウィンドウには、イエヨーの修行の才能が中級で、彼女の氷の才能が初心者の覚醒段階にあることが示されている。彼は彼女の才能が2段階上がったと思った。今や珍しい氷の才能に加えて中級の修行の才能を持っているイエヨーは、将来間違いなくトップクラスの武闘家になるだろう。彼は自分自身に、モシャーベ、絶対に負けないぞ、と宣言した。しばらくして、彼は自分の部屋に座って、モンスターの血を飲み、お菓子を食べました。彼は、クソ、これは前に食べたものよりもさらにまずいと思いました。少なくとも今はピーナッツを食べれば味がマシになると考えました。中級モンスターの血が自分の修行速度をどれだけ向上させることができるのか疑問に思いました。彼は身体訓練法を使ってみることにしました。彼は体の周りに魔力が湧き上がるのを感じ、速度が8倍に増加していることに気づきました。彼は中級モンスターの血の恐ろしいブースト効果に驚嘆しました。十分な血を手に入れることができれば、1ヶ月以内に武闘家の領域に突破する可能性があります。残念ながら、残り2本しかありません。彼は次に何をすべきか熟考します。10日後、シーンは第5アカデミーの森に移ります。エキテンが瞑想していると、長方がやってきました。彼に駆け寄り、どうしたらよいか尋ねます。エキテンは状況の緊急性について尋ねる。長方は背後を指さして爆笑北について言及する。エキテンは爆笑北がいるか尋ねる。長方は爆笑北が隠遁し、武闘家の領域に突入しようとしていることを明らかにする。長方は、爆笑北がまだ邪魔をしに来なかったのは何か理由があるはずだ。復讐をする前に武闘家になりたかったに違いないといったことを思い出す。エキテンがなぜまた座ったのか、なぜパニックになっていないのかと疑問に思う。エキテンは爆笑北が現在隠遁していることに気づく。彼が自分に挑戦するためにここにいるのではないことに気づき、爆笑北の才能を振り返り、彼の修行の才能も中級であることに気づく。したがって、彼が武闘家になるには、おそらく1ヶ月ほどかかるだろう。長方は、もし爆笑北が突破に成功したら、彼を殺すのは蟻を踏みつぶすようなものだとコメントする。エキテンは、自分も何もせずに座っているのではなく、訓練しているのだから、やってもいいと答える。彼は、モシャオベイが自分とは比べ物にならないほど裕福で力のある一族の出身であることを認めている。彼は、すでに使い果たした3本のモンスターの血以外に何を持っているのか疑問に思う。イーティエンは、確かにすでに使い果たしたと認める。彼は、親友にとって本当に終わりだと言い、友人の死体を確実に回収することを誓い、自分がいなくなった後も妹の面倒を見ることを約束する。床にひざまずき、今残っているのは毒蛇モンスターの低ランクの血と心臓の血だけだと考える。彼は、それらをすべて使い果たした後、おそらく上級武術見習いのランクに到達できるだろうと信じている。武術戦士の領域からほんの一歩しか離れていないが、まだ突破口を開くことはできないだろうと彼は考えている。しかし、彼のスピードと剣の才能があれば、本格的な武術戦士と対等に戦える力があると確信している。
一方、モアの屋敷では壁を突き破ってモシャオバイヤが現れ、衛兵がひざまずく中、戦士界への昇格を祝福し、若様万歳と叫ぶ。二人の召使いが彼に服を着せる。父のモエンが到着し、ついに隠遁の訓練を終えたと告げる。どうやら息子に期待された通り、彼は見事に突破し、一人前の武闘家になったようだ。彼は腕を叩いて祝福する。モシャオベイは父に心配する必要はないと安心させる。彼は決しても家の名に恥じることはない。父は言うまでもないと断言する。偉大な祖先自身もこれを予見し、彼に直接報いることを約束した。モシャオベイはひざまずき、父と偉大な祖先から受けた長年の教えと支援に感謝の意を表す。父は彼に立ち上がるように言い、衛兵にキッチンで食べ物と飲み物の準備ができているか確認するよう指示する。モーエンは認め、確認する。モーエンは自分でそこに行くことにし、モーシャオベイに少し後に食べるのを忘れないように注意する。彼は、お祝いのためにモーシャオベイの好物を用意したと述べた。モーシャオベイは感謝の意を表す。父親が部屋を出た後、彼は警備員に隠遁する前に任せた仕事を終えたかどうか尋ねる。警備員は、子供には両親も何の後ろ盾もないので、好きなように扱えばいいと述べる。モーシャオベイは、その人はただのゴミで、何の経歴もないという。彼は、その人は何か強力な勢力に後ろ盾されていると思っていた。そうではないので、誰かに彼を殺すように命じる。基地は野生地帯とは全く違うので、家族の力があっても、うっかり人を殺したら、その後の処理が面倒だと指摘する。バクサホクは、バクカの名を使って殺せと言ったことは一度もないと明言する。影の暗殺者に殺させれば、誰も追跡できないことを保証できると提案する。影の暗殺者に依頼するには少なくとも100万元かかるだろうと述べ、あの不老者のバカに本当にそれだけの価値があるのかと疑問を呈する。バクサキタはグラスからワインを一口飲み、召使いは結局召使いだとコメントする。まだ貧しい農民のように考えながら、臨海の基地の規模にもかかわらず、長く続いている家族は12家族ほどしかなく、他の家族は基本的に奴隷の対象になっていると述べる。彼はなぜそうなるのか知っているかと尋ね、農民の中に天才が現れると、すぐに殺して抑圧するからだと断言する。ガラスを割って自分の主張を強調し、彼は第五学院は才能を育てるために作られたのではなく、むしろ強者が弱者を捕食するものであることに気づきました。これが世界の本来の姿です。一方、第五学院の森の中で、エキテンは剣を振るう練習をしていました。彼は岩を叩いてそれを粉々に砕き、雨が降りそうだ、もう家に帰らなければならないとコメントしました。しばらくして、彼は雨の中を家に向かって歩き、ステータスウィンドウが表示されて驚きました。彼はそれが何なのか疑問に思いました。ステータスウィンドウには、離婚の修行の才能が低級で、影の才能が初心者であることが示されています。黒い影が液天の頭に飛んできて、歯で彼を攻撃しようとしますが、液天は剣で攻撃を防ぎ、彼を押しのけ、彼が誰であるかを尋ねます。リコンは人間の姿に変身し、自分が液天の命を奪うと宣言する。液天は、自分が爆笑北に雇われた暗殺者ではないかと考える。しかし爆笑北はすでに武闘家になっているので、液天と直接対決するのは簡単だ。なぜそんな卑劣な手段に頼るのだろうか。リコンは攻撃しようと動く。しかし液天は攻撃をかわす。彼は、リコンが影に変身するのを見て、また消えてしまったと思う。どうやら、この影の才能は使用者を透明にすることができるようだ。リコンは背後からこっそり近づき、再び攻撃を試みる。液天はそこから力を使って建物に飛び移る。リコンは、武道の弟子に過ぎないのにどうしてそんなに速いのかと不思議に思う。彼は液天を攻撃しようと動き、今度は自分が攻撃する番だという。彼は剣を振り回して攻撃するが、リコンは影に変身する。液天は、リコンがまた姿を消したと考えた。
この才能は普通の人間が対処するのは非常に難しいだろう。しかし彼に対しては全く役に立たない。エキテンは素早く反撃し、リコンに深い傷を負わせる。リコンは床に倒れ、不可能だと叫ぶ。一流の舞踏家でさえ彼の才能を見抜くことはできない。リコンはエキテンにどうやってそれを成し遂げたのかと尋ねる。エキテンは知りたいかと答える。エキテンはまず答えろ、誰が彼を送ったのかと要求する。リコンは刀を回収しようとし、息絶える間際に教えると断言する。リコンは冷凍術を使ってリコンを攻撃するが、エキテンは高くジャンプしリコンに向かって走り、リコンを刺し、誰が彼を送ったのかを再び要求する。リコンは笑い、エキテンが今まで出会った中で最も強い武道の弟子だと認め、拍手を送る。リコンは彼を送ったのは爆笑北だと認め、意識を失い床に倒れる。エキテンは爆笑北に激怒し、彼の才能を真似しようと彼の体をつかむ。ステータスウィンドウに影の才能のコピーが成功したことが通知されます。彼は煙に包まれ、さらにステータスウィンドウにはエキテンの修行の才能が中級であることが通知されます。スピードの才能は初級です。剣の才能は中級です。そして影の才能は初級です。エキテンは影の才能が自分のものだと宣言します。しばらくしてエキテンはリコンを森の墓に置き埋葬します。上に石を置きながら、人間は落ち葉のように雨風に叩かれて吹き飛ばされることに満足すべきではないと考えます。手に葉を持ち、エキテンは男らしく人生を生きるだろうと自分に言い聞かせます。この世界では彼は雨風になります。落ち葉にはなりません。しばらくしてエキテンは家に帰り、シャワーを浴びて服を着ます。彼はソファに座り、とても快適だと言います。彼はテーブルの上にいくつかの品物があることに気づき、それはリクンが所有していた全てのものだとコメントします。彼は2本の刀がおそらく原始の武器であることに気づきました。彼自身の刀は完全に台無しになりましたが、これらはまだ完全に無傷です。彼は金のカードが100万であることに気づきました。一方、銀のカードは1枚あたり100ケースで合計350万です。彼はカードを財布に入れ、彼の死を買うために使われたお金であるモシアベを有効に活用すると宣言します。イーティエンは影の刀の本を手に取り、それが何であるかを尋ねます。読み始めると、それはブロンズランクの刀のスキルである影の刀に関するものであることに気づきます。彼はそれは良いものだとコメントします。刀のスキルは刀の才能の完全な力を発揮することができ、まさに彼が必要としていたものです。彼はそれを学ぶことを決め、すぐに試します。自分の部屋へ向かい、ベッドに座りながら彼は第一章を読み始めた。突然、窓の外に稲妻が見え、なぜ鳩もがまだ戻ってこないのかと尋ねた。彼は急いでそこから逃げ出し、モシャオバが誰かを彼を暗殺するために送ったのだと思った。モシャオバはすでに彼の情報を全て知っているに違いない。つまり、鳩もも暗殺される危険にさらされているのだ。彼は窓から飛び降りた。彼女が無事であることを願った。しばらくして、繁華街の普通の中学校で、ハテンは床に着地し、彼女がどこにいるのかを見つけようと走り回り始めた。彼は、ここは普通の中学校に過ぎないのだと考えていた。才能のある人がここに来て、好き勝手に生徒を殺すことはできない。しかし、モシャーベのような人物が武士の基本ルールを尊重して従うだろうか。ちょうどその時、イェユーが後ろから傘を向け、顔を覆い、動くなと言った。彼は素早く動いて彼女をつかみ、動くなと言った。彼女は顔を出して、自分だと告げる。彼はなぜこんなに遅く出てきたのかと尋める。彼女は今日は清掃当番だったと説明した。教室を掃除していたのだ。彼女はなぜ傘も履かずにここに来たのかと尋める。彼女は傘を開き、彼が全身びしょ濡れになっていることを指摘する。彼は急いでいたので忘れてしまったと説明する。そして
彼は彼女がどうやって今あのクールな動きをしたのかと尋ね、彼女と一緒に歩く。一方、モシャオベイは彼らが車に座っているのをこっそりと見て、なぜあのバカがまだ生きているのか不思議に思う。しばらくして、店主がイエユーにバーベキューソーセージを手渡し、楽しんでくれと言った。イエユーはそれを受け取り、お礼を言う。二人はソーセージを食べながら歩く。彼女は彼に夕食に何を食べたいか尋ね、今夜は自分が料理するという。彼は自分の得意料理であるゆで肉のスライスを食べることを提案する。彼は後ろに車が止まっていることに気づき、誰かにつけられていると思う。その後、家に帰ると、イエユーは夕食の準備ができたと告げ、彼に食卓の準備を手伝うように頼む。彼は窓際に立って車を眺め、今行くという。しばらくして、イエユーの先生はクラスに次の問題を解くように指示する。彼女は立ち上がり、答えが分かったと宣言する。一方、ETN はビルの屋上に立ち、3日連続で EU を傷つけることなど考えもしなかったと述べる。彼は、今回は本当に一線を越えたと思う。彼は車を見て、立ち去ろうと決心する。彼はビルから飛び降り、それを追わなければならないと考える。しばらくして、車は建設現場で止まる。ETN は彼らの後を追ってそこに到着し、心の中で考える。ここが目的地だ。モシャオベ。一方、モシャオベの警備員たちは紫色のシャツを着た男を激しく殴打していた。男は渡すお金がないと嘆願し、十分なお金が集まったらすぐに返済すると誓い、解放してくれるよう懇願した。モシオバセは男の前に座り、今日支払わなければ明日には借金が倍になると警告した。男は簡単にお金を借りられないことを強調し、男が理解しているか尋ねた。男は金利が高すぎると主張し、年老いた両親と幼い子供たちの世話をしなければならないので、今日は本当に支払えないと説明した。男は再び解放を懇願した。黄色い髪の警備員がやってきて、モシャオベイに彼が戻ってきたことを知らせた。モシャオベイは影の暗殺者から何か知らせがないか尋ねた。彼は影の暗殺者と全く連絡が取れていないと報告した。彼は別の誰かを通して彼に再び連絡を取ろうとするだろう。 ETN は暗殺者は確かにモシャオバイによって送られたのだと考えていた。モシャオバイは紫のシャツを着た男を殴りながら、自分のような裕福な一族の子孫のお金は簡単に騙されると思っている人がいるのかと習字的に尋ねた。黄色い髪の警備員はそんなことは決して考えないとすぐに答えた。モシャオバイに忠実に仕えることこそが彼の望みだと強調し、別の警備員が紫のシャツを着た男をチェックし、彼が死んでいることを確認した。モシャオバイはそれを処分するように命じ、ETN の妹について尋ね、彼女の世話をする方法をすでに見つけたかと尋ねた。黄色い髪の警備員は、刑務所から出てきたばかりの友人にそれを託すつもりだったが、今となっては他人に任せるのは間違いかもしれないと答えた。彼は、この件は自分で処理するので心配する必要はないと述べた。幕小兵はにやりと笑い、力で彼を殴った。衛兵は倒れ、なぜこんなことをするのかと尋ねる。幕小兵は、これは自分の仕事を正しく行わなかった罰だと説明する。駅天は飛び降り、原始の武器を召喚し、彼を攻撃し、彼の頭を体から切り落とした。衛兵たちはこれを見て衝撃を受ける。衛兵の一人が、誰かが若き主を殺したと叫ぶ。黄色い髪の衛兵は、体を隠す能力は影の才能の使用を示していると推測し、犯人は離婚ではないかと疑問を呈する。駅天は降りてきて影から人間の姿に変身する。彼は彼を見て衝撃を受け、どうやって影の才能を持っているのかを問いただす。彼は彼を調査したと主張し、彼を弱い層の才能を持つゴミだと決めつけ、離婚の居場所とどうやって一撃で若き主を殺したのかを問いただす。駅天は息を吐き、彼を攻撃しようと動く。生きながらえさせるわけにはいかないと言い、モアンは彼を殺し、
ポケットからハンカチを取り出して歯を拭き、死体の近くに投げた。そして彼は力を使って原始の武器を消し、帽子で顔を隠し、自分が勝手に殺される無知な羊ではないと断言した。彼は苦しめる相手を間違えたことを自ら責めるよう警告し、自信を持ってその場を去った。1時間後、モアンは建設現場に到着し、息子の死体の横に座りながら、息子を殺したのは誰かと尋ねた。警備員が彼にハンカチを見せ、これが現場で見つかったという。殺人者は影の暗殺者のようだ。モアンはハンカチを受け取り、嫌悪感を表し、影の暗殺者を雇ってこんなことをしたのかと尋ねた。なんて卑劣な。ちょうどその時、リンハイベースの名門モカの長老モチャンチンが到着した。彼はモアンをも長老と呼び、状況を見てモチャンチンの前にひざまずく。彼は息子が死んだことを告げ、モケの天才が殺されたと語る。モチャンチンは状況を認め、立ち上がって話すように指示する。彼はシャオベイが最近武闘家の境地に到達し、祝宴を終えたばかりだと話す。シャオベイはいつか偉大な武闘家になり、家族を頂点に導くことができたのに、今このような悲惨な死を迎えたことを嘆く。幕長兄は、コキタがまさに幕下の若い世代の希望であり、家族からもう一人の偉大な武闘家が生まれれば臨海基地での地位が大幅に向上したであろうことを認める。幕安は息子の死が無駄になるはずはないと強調し、幕長兄にコキタの仇討ちを懇願する。彼はハンカチを持った手を差し出す。幕長兄はそれを受け取り、それは影の暗殺者のものだという。彼はその場を立ち去り、自分たちに恨みを持つライバル家族が影の暗殺者を雇ったに違いないと推測する。ハンカチを太陽にかざすと、彼はハンカチに印があることに気づき、それが鉄毛のものであると特定する。しばらくして、駅天は鉄が基地について尋ね、長方はそれを認める。鉄木場基地は臨海基地よりもかなり強力であると述べた。彼は、モケの長老が臨海基地の一部の家族が密かに鉄ヶ基地と共謀していると疑っていると付け加えた。伝えられるところによると、彼らは若い世代のエリートを排除し、臨海基地を掌握しようと計画していたという。長報は、モシャオベイが武闘家の境地に達した直後に殺されたと聞いたと述べた。彼の首は完全に切断され、イーティエンは誰も彼を疑っていないようだと内心安堵した。彼は、モシャオベイは武闘家になったら彼を処理するつもりだったが、今は別の誰かが彼の面倒を見ているとコメントした。彼はこの点でイーティエンを幸運だと考えている。イーティエンは、影という言葉が書かれたリー君のハンカチをわざと現場に置いていったと説明する。モイへの疑いをそらすためだった。しかし、モシャオベイ長老はハンカチに書かれた鉄ヶ基地のシンボルを発見した。イーティエンは自分がうっかり鉄ヶの陰謀を暴いてしまったのか、それともこのバカな老人が意図的に2つの基地の対立を煽っているのかと疑問に思う。場面は翌日の午前4時に移り、イーティエンは部屋で目を覚まし、服を着てバッグを持って出かける。靴を履くとイェユーが声をかけ、結局起こしてしまったと言い、イェユーはこんなに早くどこに行くのかと尋ねる。イーティエンはできるだけ早く体力をつけなければならないので、野生地帯でトレーニングするつもりだと説明する。心配したイエユーは、彼が数日前に帰ってきたばかりでもうまた出発しようとしていると言い、泊まることはできないのか、少なくとも友達と一緒に行けるのかと尋ねる。イエユーは、心配しないで、いい子にして家で待っていてくれと安心させ、出発しようとする。イエユーは素早く後ろから彼を抱きしめ、すぐに戻ってくるように懇願する。イエユーは戻ってくると約束する。しばらくしてイーティエンは砂漠にいることに気づき、この地域には高レベルのモンスターがいるという噂を考えた。現在の彼の力では外縁部をこっそり回って低レベルのモンスターを狩ることしかできない。高レベルのモンスターを刺激する危険を犯すことはできない。今回は武闘家になることを目指している。彼は何かを感じ、何が起きているのか疑問に思った。地震だ。彼は遠くにモンスターを見つけ、
地震ではなく小さなモンスターを攻撃しているモンスターだと気づいた。ステータスウィンドウにはモンスターが弱い層の血統の才能と低い層の防御の才能を持つ鎧の牛であることが通知されている。彼はその生き物が低層の防御の才能を持つ鎧の牛であると特定した。鎧の牛が彼に近づくと彼はそれが自分を見ているかどうか尋ねた。バッグを置き彼は原始的な武器を召喚して彼に近づくように挑戦した。彼は攻撃しようとしたが鎧の牛は周囲に保護シールドを作成していた。鎧を着た牛はその強力な防御力に感銘を受け彼を突き飛ばして方向します。岩の上に投げ飛ばされたにもかかわらず彼はにやりと笑い、その生き物の素晴らしい低レベルの防御力を認めます。それを克服しようと決心した彼は生き物の最も弱い部分は目だと考え、鎧を着た牛に向かって攻撃します。彼は高くジャンプして生き物の目を狙いますが、その保護シールドは貫通不能です。彼の原始的な武器が壊れ始めると、彼は低レベルの才能であるにもかかわらず牛の防御が信じられないほど頑丈であることに気づきます。彼の武器は粉々に砕け、全力を尽くしてもシールドを突破することはできません。鎧を着た牛は再び彼を投げ飛ばします。イーティエンは立ち上がり、その強力な才能を認め、まだそれをコピーできないことを残念に思います。ステータスウィンドウには才能のコピーのクールダウンが16日間であることが通知されます。彼は鎧牛の能力は銀月狼より劣るが毒蛇よりは上だろうと考えた。彼は折れた歯を握り鎧牛の巨大な体を眺める。弱点を突き止め奇襲を仕掛けて勝利のチャンスをつかもうと計画する。影の才能を発動させ変身して攻撃に出る。防御シールドを突破しようとすると影の才能がものすごく便利だと気づく。牛は彼の攻撃を感知できない。しかし歯の才能による攻撃は防御シールドには全く効かない。一体どこに弱点があるのかと考えてみると、この防御才能には全く隙がないので厄介だ。彼は座り込み、防御シールドが薄いと考える。尻がアキレス腱かもしれないと思い、試してみることにし、防御シールドを破ろうとする。影の歯と影の殺し技を使う。彼は鎧牛を刺し、防御シールドを突破する。それを殺した後、彼は自分の推測が正しかったようだと言います。イーティエンは血を瓶に集め、歯が突き通せるのは死んだ後だけだと認めます。彼は多くの瓶に血を注ぎ、どんなに才能が強くても死んでしまえば何の価値もないと考えます。彼は牛の皮、目や睾丸も含めかなり価値があるはずだと考えていますが、最も価値のあるものはおそらく一対の角でしょう。彼は角を切り落とし、バッグに詰め込み、さあ、静かな場所を見つけて修行を始めようと言います。しばらくして、彼は隠れた場所に座り、床に食べ物を置き、新鮮なモンスターの血とシスターブランドのピーナッツについて言及します。武闘家界への突破口を開く際にそれらに頼ることを認めます。彼は血を飲み、ピーナッツを食べ、パワーアップするために瞑想を始めます。場面は20日後に移り、液天は力が湧き上がるのを感じ、吠え、砂漠一面に雷が走るのを目にする。一方、小玉は雷の閃光に気づき、玉子野に見るように言う。こんな不毛な場所に武闘家界に突破した者がいるに違いないと思った玉子野は興味を抱く。一方、液天は自分の体を見て、膨大な力の流れに気づく。武闘家界に到達したことを示す。彼は鎧牛のことを考え、20日が経過したのでクールダウン期間が終わったはずだと気づいた。彼はまずその防御の才能をコピーすることに決め、それから前に進み、バッグを詰めた。しばらくして、鎧牛の骨格に触れた。ステータスウィンドウに、ターゲットの状態が不完全でコピーを続行できないことが通知された。コピーするには完全なターゲットを選択するようにアドバイスされ、彼はサイズなどの制限があるかどうかを尋ね、これをもっと早く知っていたらこんなに多くの部分に切り刻まなかっただろうと後悔した。シャオユーは遠くから彼を見て、
彼がこのモンスターを殺した人物ではないかと思った。ユリンは彼が武闘家の領域に突入したばかりだが、このモンスターはずっと前に死んでいたと説明した。彼女はこのモンスターが死んだ時、彼はまだ武闘家の弟子だったと付け加えた。だから彼がそれを殺したはずがない。単なる武闘家の弟子であっても、彼はこの山をあえて漁り、大胆さを示した。反対側ではイーティエンが湖に気づき、服を脱いで山に20日以上いたと思う。家に帰る前に体を洗わなければならない。シャオユーは彼を見てショックを受け、何か卑猥なことをしているという。ユーリンは彼女に黙るように言い、すぐに立ち去るように提案する。彼は湖に飛び込む。しばらくしてイーティエンは臨海基地のメリデル市場の店の外に立って、この店が市場で一番大きいようだと観察する。彼は店の名札メリデルパビリオンを見て、まずここをチェックすることにした。ちょうどその時、シャオユーとユーリンが彼の近くを通り過ぎる。そしてシャオユーは彼が山から来た男ではないかと尋ねると、彼女は振り返って彼を見ると、彼もまた振り返って彼女を見た。彼女の妹であるイエユーと呼ばれ、彼は彼女を見て驚く。ユーリンは彼が妹と呼んでいるのではないかと疑問に思う。彼はそれを否定し、ハユーがどうしてここにいるのかと不思議に思う。この少女は本当に天才だと思うと、ステータスウィンドウに人間優良の修行の才能は好意、剣の才能は注意、スピードの才能は定位と表示される。シャオユーは妹を誰と呼んでいるのかと尋ね、物乞いにしては神経質すぎるという。風呂に入ったばかりなのに物乞いと呼ばれたことを思い出し、まだ匂いがするのではないかと思い、脇の下を嗅ぐ。優良は彼女に不用意に話さないように言う。彼女は言いそうになったと認める。章勇は彼女の耳元で何かをささやき、彼に伝えるように言う。彼女は同意し、イーティエンの前で頭を下げ、先ほどは失礼なことをしたことを謝罪する。彼の奥様はすでに彼を叱責したので、どうか許してくださいと言う。彼は立ち去る優良を見守る。突然彼女は彼の腕をつかみ、用事があったので奥様が先に帰ってきたと説明する。彼女は減衰館で物資を売るつもりはないのかと尋ね、彼女の奥様がそこを管理していることを述べて、誠意ある謝罪の意を表した。彼女は何を売っても2倍の値段を払うと申し出た。彼は驚いて、2倍かと尋ねた。しばらくして彼は召使いに物を手渡し、シャオユーは横を指さして、ようこそと言った。彼は店に入り、辺りを見回して、これは全て良いものだと心の中で思った。さすが武術市場で一番大きな店だ。一人の少女が彼にお茶を出し、どうぞ武術家伝、お茶をどうぞと言った。彼は彼女に礼を言う。シャオユーは2万元と評価されている鎧をつけた牛の角革2467は、彼らがその2倍の値段を払うので4万元で売れるだろうと彼に告げる。彼は4万元なんて簡単に儲かるお金だと思った。彼は考え、取引に同意した。彼女はいくつかのカードを置き、これが彼の4枚の白いカードだと彼に告げる。それぞれ1万元の価値がある。彼女はそれを彼に渡し、さあどうぞと言った。彼は彼女に礼を言い、ハトモがこれだけのお金を見たらきっととても喜ぶだろうと思った。彼女はさらに謝罪の誠意を表すためにそう言った。奥さんは何か購入したいものがあれば全て 50% オフで買うと申し出た。メニューカードを見せながら彼は遠慮しないと宣言した。値段を見て、これは高すぎる、大家族が修行協会を独占しているのも無理はない、一般の民間人がこれらの修行資源を買う余裕などあるだろうかと考えた。彼は玄徳の訓練マニュアル1冊、怪物目録1冊、中級怪物の決算本、回復薬3本を指定した。とりあえずこれらの品物を購入すると告げる。奥さんは彼の要求を認め、少し時間をくれと頼み、品物を集め始めた。 50% 割引後、
合計は 78.5 銭元で切り捨てると7万元しか払わなくてよいと伝える。彼は奥さんにカードを手渡し、これは10万元のゴールドカードだという。彼は心の中で考えた。奥さんは影の暗殺者の金を受け取ってくれたことに感謝し、お釣りを返す。彼は元帥官が自分にこのような安売りを申し出ているのは、自分がたかり屋と呼ばれたからではないと反省し、バッグを持ち上げ、自分はただの貧乏人だと考える。彼らは彼に何を見たのか。本当に他に言うことがないのなら、彼は本当に立ち去ることになり、ドアの方へ向かう。彼女は、待ってください、尊敬する元帥戦士。彼は立ち止まり、物事はそんなに単純ではないだろうと心の中で考える。彼はそれが何なのか尋ねる。彼女は階段を身振りで示し、よろしければ元帥官の支配人である彼女たちが彼に会いたいと言っていると伝える。彼は同意する。先導してくださいと言う。彼女は彼を玉霊が座っている部屋へ案内する。お茶を飲みながら歓迎の挨拶をする。尊敬する戦士。彼は彼らがあまりにも似ていると思う。彼らはお互いにあまりにも似ている。彼女は手を差し出し自己紹介する。彼は彼女が幕海基地の玉霊だと言い、握手を交わし、強烈な感覚を覚えた。ステータスウィンドウには高位の修行の才能が正常にコピーされたことが示されている。彼は臨海基地の駅店だと自己紹介した。彼女は彼を席に招いた。彼は彼女に感謝し、元帥閣の2階に足を踏み入れる人は誰でも大切な客人だとみなされていると述べた。彼、イーティエンは貧しい執事で名門の家系とは何のつながりもないので、自分が本当に大切にされるのか疑問に思う。彼女はお茶を注ぎ、彼の主張を認め、彼の価値はまさに彼が同じ生まれで有力な家系とつながりがないことだと述べた。彼は、彼女は穏やかで、より明るく笑いを楽しむイエユーとは違っていると考えた。シャオユーは彼にお茶を勧める。ユーリンは、元帥閣への招待をするつもりでお茶に誘ったと率直に説明する。彼は十字架を見せながら、イーユーが元帥閣への参加を提案したことを思い出し、その顔を断ることができなかったことを自分自身に思い起こさせる。彼は困惑を表し、理解できないことがある。モハイは広大な基地なので、その力は無限であると述べた。彼は、広大な基地に才能が不足することは決してないと確信している。特に、彼がまだ初心者の舞踏家であることを考えると。彼女は席から立ち上がり、広大な基地が広くなるのは、才能が不足したことがないからではなく、常に才能を必要としているからだと明言する。彼は彼女の説明が理にかなっていると考えます。予想外です。幼い少女のように見えるにもかかわらず、彼女の言葉は全体像を伝えています。さすが基地の人です。しかし彼は妹がそのような言葉を明確に表現することはできないと思います。シャオユーは彼が躊躇している理由を尋ね、これは非常に良い機会であると主張します。参加を希望する有力な一族のエリート弟子でさえ彼女の基準を満たしていません。彼は彼女が正しいと考えています。これは確かに良い機会です。しかし組織に参加することは束縛を意味し、誰かが彼の特別な能力を発見した場合、彼は間違いなく恐ろしい運命に直面するでしょう。したがって、これに対処する方法を見つけるまで、彼は可能な限り独立したままでいるべきです。ユリンは、彼が躊躇しているのかと尋ね、なぜそう感じるのか興味を示す。彼は、彼女がこんな風に見えると、断るのは本当に難しいと心の中で考えている。彼女は彼に説明を促す。彼は、うまく言葉にできないと答え、鉄家の侵略の噂を例に挙げる。その事件は有力な一族の間で動揺を引き起こしたが、彼は平和な日々を取り戻すことができた。彼はあの人々のようになりたくないし、彼らに仕えたいとも思わないという。彼女は、彼は自分を彼らと同じと見ているのかと尋ねる。